早くないですか。さすがスーパーチャージャー感伝わりますか。はい、皆さんこんにちは、ユーロデザインの今村です。今日はですね、サンバーディアスという車に乗ろうと思います。サンバーですね。今年の春にもサンバーのね、かなり古いやつを乗って、でパワーステがなくてですね、最高に良かったんですよ。そのね、まあサンバーの時お話ししたんですけど、これでうちで持ってる方のサンバーで、こっちはね、スーパーチャージャー付きの方になります。スーパーチャージャー付きの、しかも、3速オートマチックですね。普通のトルコンオートマです。で、まあ、スペックこんな感じですね。で、意外と車重思ってるより軽いなと思いました。もっとね、重い感じがするんですよ、この車。重量感があるというかね、すごいんですよ。で、まあまあ、軽トラと言っていいか、この軽バン界の、オーバークオリティ物件とか言って言われるぐらい、すごくしっかりした作りの車なんですよね。でね、これね、さすがの僕でも分かりました。一回このサンバーの足回りを、ショックアブソーバーとかを純正で交換したいという方がいらして、で部品を取り寄せてみたところ、見積もったらすごく値段いいお値段してたんですよ。それでもされるってことだったんで、じゃあやりましょうって言って買って、物が届いてびっくり。何これ、こんなごついのっていう感じです。めちゃめちゃごつかったです。サンバーね、下回り見るとね、すごいんですよね。なんか本当なんかフレームがジャーンジャーン通ってて、どうしたこの車みたいな、そんな感じの作りです。で、まあ、ご存知のように後ろにエンジンがありますんで、 RR 形式、後ろにエンジンがあって、後ろのタイヤを回してるんで RR 形式ということは、ポルシェ911と一緒だということで、まあ能動のポルシェとか言ったりしますね。でね、このオートマなんですけど、僕ちょっとね、この車一時期、今ちょこっとね、自分の足にしてちょっと乗ったことがあったんですよ。でね、3速オートマはさすがにきつい。あともう一個くださいって感じでした。まあ、僕もね、これで高速乗っちゃったのはいけなかったんですけど、もうすごかったですよ、高速乗って。まあ、一応今は100キロ出していいじゃないですか。もう100キロなんか出した日には、もうね、エンジン音がすごいんですよ。後ろからうわーっと襲われて、うわすげーみたいな。でエンジンの回転数も高くて、ウィーンとか言っててね、いやちょっとこれは車かわいそうとか思って、まあ少しあの時100キロ制限だったけど90キロぐらいしか出せないみたいな感じでしたかね。まあ騒音的に確かに、まあ、これどの軽バンでも一緒なんですけど、まあ、特にトランクの下に入ってますんで、そこの下のところから鉄板1枚隔てて入ってきたわけですよね。だからまあ騒音的にはちょっと不利だなとは思いますね。はい、でね、ちょっといつものところで少しね、加速やってみましょう。このスーパーチャージャー速いですから、すごいんですよ。すごいんです。まあ、特にターボじゃないんで、まあでも今の車ターボラ、今の最近のターボ車はターボラグとかほぼないですけど、まあよりこうスーパーチャージャーで機械的にね、下級機をエンジンと一緒に回すんで、なんかね、あれですね、もうちょっと排気量の大きい車に乗ってるような、そういう気分になりますね。ちょっと、ね、今いつものとこ行こうとしたら、道の終わりの方に犬の散歩してる方いらっしゃったんで、ちょっとね、逆からにします。はい、ちょっとじゃあやってみますね。一回止まります。うん早くないですか。さすがスーパーチャージャー感伝わりますか。あ、いえ、そうなんですよ、早いんですよ。で今ね、ブレーキ踏んでて気づきました。そう、まあ、いつも言ってますけど、トルコンオートマなので、本当
このブレーキの距離感が狂わずに済みますね。 CVT が何かしてきたりとか、あとはあのハイブリッドシステム的なものとか、アイドリングストップとか、そういうのでこうね距離感が狂ったりすることがあるんで、それがないですね。やっぱこういうの楽ですね。そう、ただね、一点このねハンドル、このステアリングがねちょっとあれなんですよ。なんかね引っかかるんです、これ電動かな、ちょっとわかんないんですけど、わかりました。これ手離すそのまま行っちゃうんです。元に戻ってくんないんです。真ん中でスーッとこう戻ってこない。ここが固まってるんですね。あとねハンドル切ってって、そこでわかるかな、ハンドル切ってって、この戻しに入る瞬間にカッチャンってこうなんかね引っかかるんですよ。これはちょっと残念ですね。正直ね、結構、まあそれでまだここタルタルしてますけど、もっとギュッと固まってなるんであれですけど、これがなかったらなぁとはすごい思います。で、しかもね、これより古い3番に乗って、今ちょうど3番を目の前通っていくんですけど、あれはどうなんでしょうか。古い3番に乗ってパワーステがなくて、すんごいいい感じの打感だったので、それを知っちゃってるとね、ちょっとこれもったいないなと思っちゃいますね。そう、今のところ今コードでもあそこは戻すときは大丈夫だったかな。今ここもこう入ってって、ここも引っかかりました。今こういって、これぐらいだと大丈夫か、これだとあんまり引っかかないですね。まあそう、この本当に最初の切り出しのこの辺ですね、この辺で、ね、引っかかっちゃうんですよ。これだけ残念で、まあ、電動パワーステだからなのか、こうステアリングのラックの何ですか、設定がなんか違うのかよくわかんないんですけど、ありましたね。これはちょっと残念。では乗り心地自体は、あとでちょっとあそこのガタガタ道行ってみますけど、どうでしょうね、なんか結構ね僕はボディが震えてるように感じるんですよね。なんかね、頑丈なの分かるんですよ、頑丈なの分かるんですけど、あれボディ震え気味だなっていう風に僕は感じます。あるいはこれね、この車もね14万6000キロとかなんで、ドアがガタガタ言ってる可能性もあるかもしれないですね。結構音伝わってきませんかね、なんかこうブル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 って。でもと言ってもやっぱ塊感は気持ちいいですかね。なんかなんとなくイメージですけど、いい鉄使ってんなみたいな、そんな気分にはなるかもしれないですね。まあ、ただ音はきつい。これはきつい。もうーって言ってるんで、まあまあ音はすごいですよね。あ、でもね、もしかしたらだけど僕ね、NA のスーパーチャージャーじゃないサンバーで、こっちなんかもう23万キロとかだったかな、の車乗ったことあるんですけど、その車はね、もうちょっと静かに感じたんですよ。これでもスーパーチャージャーの作動音で音がうるさいとかありえますかね。まあ多少騒音は強いんだろうけど、スーチャーの作動音ってなんかもうちょっと甲高い音のような気がするんですけど、どうなんでしょうね。まあでもね、サンバはあれですかね、今ももはや貴重品ですからね。今ね、今現行で新型のサンバを買うと、スバル製のものではなくて、ダイハツのあのハイゼットの OEM が来ちゃうんですよね。だから、その最後のサンバーが、まあ、スバル製のサンバーが発売終わるときに、確かの WR ブルーって、ラリーとかのスバルのイメージから、あの色に塗ったサンバーが台数限定で出て、で買われた方もいらっしゃるみたいですね。確か YouTube でもそのサンバーを乗っておられる方の動画が確かあったような気がしますね。
だよね、僕ね、そうなんです。だからこんなにね、その NA の方がね、ここまで音大きくなかったような気がするなっていうのと、でもう一個、もうちょっとこのボディがね、キュッと締まってるような感じがあったんですよ。だからこれが確か年式、この車がね、平成14、5年とかだったかな、古いんですけど、この辺で何かその後改良が入ったりとかしてるんですかね、スバルのことなんで。スバル結構マイナーチェンジですよと公に言わないで改良をしているという噂なので、もしかしたら改良いろいろ入ってるのかもしれないですよね。いやでもその昔あのこのサンバーに初めて乗った時にですね、なんかね僕はね実はここのインパネに結構感動して、軽自動車のように軽自動車らしくないなみたいなことを思ってたんですよね。だけど今この間ね、あの NV100、要はエブリですか、乗ったんですけど、それと比べるとね確かに古くなりましたよね。だけどだって今のやつもすごいですもんね、カップホルダーがなんかいっぱいあったりとか、ちゃんと物置く場所があって、ナビがしっかり入るところがあって、昔このスペースがなかったんですよね、このナビ入るスペース用の2輪イン分ですかがなかったんですね。もう大昔の話ですけど、20年以上前の話ですね。じゃあガタガタ道行ってみましょうね。関して乗り心地がいいです。え、マジか。え、ちょっと音の具合でも分かりますか。さっきの普通の道走ってる時の、まあこっちは身構えてるからかもしれないけど、普通の時走ってる時の方がなんか音がでかい気がするな。今僕はこれなんかこう大きめのこの振動がぐいぐい入ってきて感じてたのは、足よく動くなっていうのと、あれボディやっぱり頑丈じゃんみたいな感じに感じてます。これこの間もなんかであったな、 なんだろうこういうガタガタ道を走ったからといって乗り心地が急に悪くなると思わないみたいな車、むしろ普通の道走って、まあ、ここはちょっと割と綺麗な舗装なんですけど、こういうところでそう今見ると細かいブル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 みたいな、こっちの方が気になるんだよな。ねえ、そうなんですね。ちょっとなんかこの手の話聞ける時があったらちょっと先生に聞いてみようかと思います。はい、という感じでサンバーでした。あれですね、この間先週のプロボックス、ちょっとこれ雑談しながら帰ろうと思います。プロボックスですね、予想をはるかに上回る再生と、それから、コメントと、チャンネル登録、本当にありがとうございました。本当にびっくりしました。僕としては、まあセルシオ、この間セルシオ9月かなに出したセルシオも結構再生してもらったんですけど、まあセルシオぐらいは行くのかなぐらいな感じでやってたんですよ。でだけどもうこの1週間本当に YouTube のそのあれと通知を見る、通知コメントが来ると通知が出るようになってるんですけど、ええってなってこれでコメント欄を見させていただいてもだいぶ楽しませていただきました。皆さんね、本当ね、もうセンスありすぎです。コメントポンチは効いてるし、営業マンの命と、納期のツインターボとかですね、あクレームと納期のツインターボとか、あと営業マンの命と納期の、ハイブリッドとかね、もう面白すぎちゃって、ちょっともう本当にすみません、ものすごい笑わせていただきました。でも大爆笑しながらも一つ思ったのはですね、なんか、まあ、僕プロボックスただ乗ってわーいわーいって
はしゃいでて、まあいい車があったからすごいはしゃいじゃったんですけど、なんか遊びじゃないと、遊びじゃなく乗ってる人の方がほとんどなのであって、でそれこそ高速道路でバーッと飛ばしているのも飛ばしたくはないけれども、もう激横の電話もらってて、もう胃を痛くしながら、走ってる方がいらっしゃると思うとですね、なんかちょっとね悪いような気にもなってきましたね。でまあ同時に、まあやっぱりプロボックスかっけえわと思いました。はい、なんかちょっとあれですよね、こうなんていうかな、働く車のこうかっこよさみたいなものをですね感じて、改めて感じてちょっとね感動しましたね。いや本当皆さん、ありがとうございました。まあ今後とももしよかったらね、うちの動画一応週1で上げていくってことを目標にやってますんで、また可愛がっていただけたらと思いますが、本当にありがとうございました。ということでですね、今日は、サンバを乗ってみました。よろしかったらチャンネル登録と高評価の方、それからツイッターの方もやっておりますんで、フォローの方もよかったらよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。